佐野優斗、平野紫耀のリアルタイムコメントにファン関類。仲良しすぎる激熱コンビの素顔に迫る。皆さん、こんにちは。今日は俳優の佐野優斗と平野紫耀によるファンにとって夢のような瞬間についてお話しします。佐野ユ斗がインスタグラムで行ったライブ配信で平野紫耀がリアルタイムでコメントを寄せ、それに佐野優斗が反応する一幕があったのです。 ファンたちはこの予測不能な瞬間に大興奮し、さらには佐野優斗のお母さんの反応にも驚いています。さあ、一緒にその瞬間を振り返り、このコンビの素顔に迫ってみましょう。佐野優斗は自身のファンに向けて佐野藩と題するライブ配信を不定期で行っており、その人気は日増しに高まっています。彼と平野耀は映画 かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からシリーズで共演し、その縁から14日に行われたライブでは平野とのコラボに前向きな姿勢を見せてファンを魅了しました。しかし今回の佐野半ライブでの出来事は予想外でした。平野市用がライブ中に突如4つとコメントを残すと視聴者からは平野くんが来てるという歓声が湧き起こりました。 これに気づいた佐野優斗は、感極は待ったように、平野くんでコメント埋まってる。もう、うちゃん、と返答しました。さらに、驚きの連続でした。佐野の母もライブ中に、平野紫輝くんいる、とメッセージを送信したようで、佐野はそのメッセージに、わかったって、というまたっぷりに突っ込みました。 コメントを見つけるために履歴を遡り、どこだよと言いながら探す場面まであり再び突っ込みを入れていました。このリアルタイムでのやりとりに多くのファンが興奮しました。彼らは仲良しすぎる、これは激熱コンビ、佐野くんにカマチョな紫輝くん笑い、などコメント欄を埋め尽くすような反応を見せました。 そして、佐野の母に対するファンからの反響も絶えませんでした。報告するお母さんにほっこりすぐ教えてあげてて可愛いびっくりしたんだろうな。ショーと、ファンたちは彼女の可愛らしいリアクションに感動したのです。このライブ配信の瞬間は、まさにファンにとっての宝物と言えるでしょう。佐野優斗と平野紫耀が、 普段の公の場では見せない素顔を見せてくれた瞬間であり、それがファンたちにとっては感慨深いものとなりました。結論。佐野優斗と平野仕様のライブ配信でのリアルタイムコメント交換は、ファンにとって忘れられない瞬間となりました。二人の俳優が普段の公の場では見せない、仲の良さやユーモアのセンスが光る瞬間でした。 ファンはこの予測不能なライブ配信を通じて、彼らの素顔により近づき、彼らの友情に感銘を受けたことでしょう。このような瞬間がファンとアーティストの絆を強化し、エンターテインメント業界に新たな魅力をもたらすことは間違いありません。読者への挨拶。今回は、佐野優斗と平野仕様の素晴らしい瞬間についてお伝えしました。 二人の俳優がファンに送る特別な瞬間は彼らの絆や人間味を感じさせファンを喜ばせました。これからも彼らの活動に注目し新たな驚きや感動を共に味わいましょう。それではまた次回のエンターテインメントニュースでお会いしましょう。